勝てば天国、負ければ地獄。ギャンブルの結果で全てが決まる学園バトルロイヤル駆け狂い。そのテレビアニメ第2章が1月より放送となります。こんばんは。アニメ駆け狂いで桃場にキュウリを演じています沢城みゆきです。この動画ではアニメ第2章の放送開始を記念して本作のキャラクターを演じる引きが強い豪華声優たちが集結、熱いバトルを繰り広げます。果たして真の駆け狂いは誰なのでしょう。アニメ駆け狂い第2章放送開始記念企画、キャストバトルロイヤル。今回の挑戦者はこのメンバー。まずは予選としてスマートフォンアプリ駆け狂いチーティングアロードの投票じゃんけんでスタッフと対決。コインの合計枚数が多かった上位4名が準決勝へと導かれます。現在のトップは32枚を獲得した伊勢さん。さあ準決勝に進むのは誰なのでしょう。皆さんこんにちは、駆け狂い鈴井亮太役の徳武達也です。演じさせていただいた鈴井くんなんですけど、本当にこうどこにでもいる男子高校生というか、ちょっとこう気弱というか、なかなかこう上のものには勝てない感じの子なんですけど、でもそれでもこう夢子とかいろいろ出会っていく中でこう成長していって、かつそのギャンブルにだんだん魅了されているのではとちょっと思うところもありまして、それも演じていてすごく彼の成長が面白いなと思ってやらせていただいてました。鈴井くんみたいにここぞという時の度胸だけはどうにか発揮して勝っていければと思います。よろしくお願いします。僕は鈴井くんでやらせていただきます。なんかスキルとかもあるみたいなので、キャスト同士の中でもどんなスキルなんだろうねみたいな話をしたこともあったんですけど、どうしよう鈴井くんただの頑張るとかだったらどうしようっていう不安もあったんですけど、でも掛け事は僕自身はあまりこうもともと運がいい方ではないんですけど、ラジオとかイベントとか掛け狂いのやつをやらせていただいている時は結構な勝率だったりするので、なんかいけるんじゃないかなとちょっと思ってるんですけど、おランク副会長すごいな。いやでもなんかドキドキしますねすごい。でも本当ちゃんと原作通り投票じゃん。デカセンターか。これ慎重にじゃあちょっと9枚でレイズでいきます。掛け狂いを通してやってる中で大勝負がしたくなってる自分がいるので、ちょっとやばいですね。僕の方が魅了されてますね。あ、初手ちょっと僕が信じる最強の手札でいきます。いきます。うわこれドキドキする、すごいな。まあまあまあまだ初戦ですからね、まだね。どうしよう、スキル使いたいけどな、この手札だとどうだろうな、なんだろうな、どう投票されてるかとか。うわこれすごい、このゲームってめちゃめちゃ考えるんですね。なんか実際にこうやってちゃんとやってみると、これでいこう、いや こっちでいこう、こっちだ、こっちなら勝てる、絶対勝てる。あー勝った、よし、これいい感じで3ラウンドいったんじゃないですか。いやこれで勝ちたいな。ゆめ子とか力貸してくんないかな使おう、えいっ、お、え、絶対成功するじゃん、すごい。あーカットイン、カットインいいですね。お、なるほど。え、このスキルすごくないですか。向こうもそっかスキルを使えるから、でもあんまりこう悩んでるとギャンブルって結構相手の思うツボとかって言いますからね。いや、やっぱり僕は信じる最強の手札でいきます。頼む、じゃんけんポン。おっ、雲行きが怪しくなってきましたが大丈夫ですかこれ。あいこでしょ、あいこです、あいこでしょ、勝ったー。いやー気持ちいいですね。スキルも使ってちゃんと最後に勝てるっていう、僕はすごく嬉しいですけど、鈴井くん的にはいいんだろうかこれっていう感じですけど、はい、僕の合計枚数は25枚でした。なかなかいい感じに勝てたんじゃないかと思うので、このままいければと思います。早乙女メアリ役の田中みな実です、よろしくお願いします。いや、やっぱり個性豊かなキャラクターがもういっぱい
また会えるってことが嬉しいですね。いやちょっとまたどんなギャンブルがあるのか、私もちょっと原作を読みながら、はい、楽しみに皆さんと一緒に待ちたいと思います。本編の方ではちょっとメアリちゃん投票じゃんけんでえらい目にやってるので、私が中の人の私がちょっと頑張って優勝を目指して頑張りたいと思います。いいですね、ちょっとメアリ頑張ろうね一緒に。わー、会長チョキグーパー、出た出た出た、確認しちゃおうよ、もうやっちゃおう、レッツゴー、イエーイ。待って、あんたはこれでおしまいよ。チョキパーチョキ、チョキパーチョキ待って違う、ちょっと待って、チョキパーチョキだからグー、これやじゃん、チョキパーチョキ、誰も助けてくれないんですね、マジか、チョキパーチョキ、でももうパー出されたら終わりですよね。いけ、お願い、あ、アイコってことはチョキとパー、やばいやばいやばい、グーかパー、どっ、チョキとパーを持ってるんですよね、向こうは。私がグーを持ってパー出されたら負けるし、運ですね。あいこで、負けた。あ、すごい取られちゃった。なんで私こんなにレイズしちゃったんだろう。私何枚、私も3枚しか持ってないじゃん。もうさっきスキル使っちゃったしな。パー出してみよう。えい。じゃんけんぽん、負けちゃったじゃん。てか私負けじゃない、あ、敗北。私の合計枚数は0枚です。やっぱね、ちょっとイカサマして負けるっていう、もうメアリ通りになりました。でもすごい楽しかったです。ちょっと負けちゃいましたけど、まあ勝った人にはちょっと自分まで頑張ってほしいです。あ、頑張ってください。ジャバミ夢子役の早見沙織です。まあ一期分では十数話でしたけど、1年間ぐらい撮ってたような濃密な時間でしたね。毎回毎回アフレコの時も手に汗握るような展開でしたし、キャストさん同士のマイクの前でのバトルがすごかったなと思いました。はい、なんかどうしよう頑張る頑張る、とにかく頑張ります。では行きましょう。投票じゃんけん、懐かしの、あんまこういうポーカーみたいな感じのゲームをそんなにしたことがないんですよ。わー、これまずい、手札言いそうになるけどダメなんだ、言ったらでも言ったら戦ってる人にバレちゃいますよね。必勝法みたいなのあるんですか。ないでないでないですって、じゃんけんぽん、勝ったー、イエーイ嬉しい、勝ったー。ラウンド2、スキルも使えるんですよね。じゃあスキルを早速買いましょう。ちょっと待って、はい、にゃんにゃん、ギャンブル中毒の負け猫だにゃん。ほうほう、お見通しだぜ。待って、あ、すごい、今なんかセリフ読むことに集中してすごいいろいろ忘れちゃった。未来のことが未来のことが分かるかも。分かんなかった、大丈夫だった、勝ったやったやった。もうスキルは、はい、ないです。じゃあこういうのが来ると難しいですよね。ギャンブル王者がすごい悩んでますよお、王者がすごい、みんな王者に注目してるから、王者の手札に注目して、ん、ちょっとなんかすごい勝負って感じがしてきた。じゃんけんぽん、勝ったやったー、勝利、イエーイ私の合計枚数は40枚です。わー、すごいことが起きた、やったということで今回の結果はこちら。勝ち進んだのは早見さん、伊勢さん、七海さん、徳武さん。
さすが夢子という結果になりましたね。次回は準決勝、どんなバトルが繰り広げられるのでしょう。この動画を見ている皆さんもまたぜひお付き合いください。以上、ご案内は桃神キラリ役沢城みゆきでした。